エディットピアフ、あ、ね、はい、宮脇博さんの愛の参加で、あれで本当に僕は痺れたセリフがありまして、はい、で、あのエディットピアフって本当に、有名になる前は路上で、ストリートミュージシャンとしてこう日銭を稼いでたんですよね。子供がいたり妹がいたりするんですけど、はい、でその時に騙されたりお金持ってかれたりするんですけど、その時にエディットピアフはそもそも世の中はその悪意と妬みでできてんだから、それに負けちゃダメなんだっていうすごい強い力を持ってるんですよね。で僕宮さんに楽屋に伺った時に言ったんですよ。いやすごい響きましたセリフが、つったら宮さんが、あなた特に背が高いから人間というのはその見上げることがもう嫌なんだって、もう見下すのはいいんだけど、その見上げたりするのがもう嫌だから、はい、あんたはその最中にいるんだよっていうことをね、おっしゃってましたね。あら、だから、はい、あの褒めていただいたり自分を褒めたりしますけど、ベースとしてそう思っとこうって、ちょっとこれひねくれた発想なんですけど、うん、でもなんかすごい真理を、真意をなんか僕は見た気がして、あのものに、だからなんか多分こう時代を経ても普遍的にね、はい、あの響くんだなって思ったんですけど、こんな感じじゃないよね急に最後なんかそういう感じになってますけど、すごい響いたんですよ、 あの時に。いや私も同じ舞台見て、うん、はい、そこはあんまり、そう最初の方の部分なんですけど、はい、そうですね、なんかねすごくいろんなワードが刺さったんですけど、そうやっぱりだからなんていうんですかね、こういう仕事してるから余計になんですけど、はい、あのプラスとマイナスがこう同時にやってくる気がするんですよね、はい、あのね、いいことばっかじゃないじゃないですか、この仕事ね、大変なこともいっぱいあるじゃないですかありますかね、楽しい分ね、ありますね。 それを見せない萌さんすごい素晴らしいなと思うんですけど、そんなことないです。もうここにいる皆さんもね、うん、やっぱりだって今日ここに来るためには寝ないで、すいません、っていう、そういう、ね、来ることもありますし、はい、ちょっと楽しいことの裏には辛いこともちょっと我慢してみようかなということもあったりしますからね、うん、なんかそういうものをちゃんとあの表現できる人間になりたいなというのはすごく思ってます。じゃあまた表裏一体で、はいはい、素敵な舞台を見てさらにさらに素敵な俳優さんになられることと思っております、はい、頑張る皆さん応援しますよね。